こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、フォトショップを勉強している方向けに、こちらですね、吹き出しの簡単な作り方をやっていこうと思います。吹き出しって結構素材としてどっかから取ってくることもあるんですけども、今回はですね、簡単にフォトショップだけで作る方法をやっていこうと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今回の吹き出しなんですけども、こんな感じで使われてるもので、まあよく見ますよね。後ろの背景が違う色で、この色を反転したような書き方で、やるとですね、結構目立ちますので、これをやっていきましょうと。で、まずですね、まあ下に、1個、カラーのレイヤーを作って、塗りつぶしツール。塗りつぶしツールでここの色をですね、青っぽい濃い色に変えて塗っておきますね。でこの状態にして、この上に作っていこうと思います。でですね、こちらの角丸長方形ツールを使って、でここに、設定こんな感じになってるんで見てください。シェイプで色を入れて、線の周りの色は切ってます。でここの角丸の半径っていうのが、まあ、こう引いた時の、すいません、これ塗りは白でいきましょう。ここですね、ここの角丸の角が、重要になるかなと思ってまして、ここが、半径を例えば大きくすればするほど、こういうふうに丸っぽい形になっていきます。はい。で、今回の場合だとかなり丸いんで、そのぐらい丸くしたいときは本当にこれ結構大きめに取ってあげると、こんなもう丸い形の吹き出しが作れますと。吹き出しじゃないですね、角丸長方形が作れますと。で、ここにまあこれでいいなってことになったら、次は、多角形ツールの角数、これを3にしてもらって、あとはこの設定でこういうふうに、ちょっと待ってくださいね。ここが星型入ってたら、これチェック外してください。あとは、これで、こう、いい感じの大きさにして作ってこうなるので、これをですね、こう合わせてあげると、吹き出しになるというような感じですね。で、OK であれば、例えばこの2つのレイヤーを、結合してあげてもいいですし、まあ、このまま、作っていっても大丈夫です。で、次にこの中の文字を、なんだっけ、業界、最安値で、ちょっと文字を大きいので持っていくと、この文字っていうのは逆にこっちの外側の色を、取ってあげると結構しっくりきやすいかなと思います。色の反転ですね。ちょっとこの文字サイズに関しては一番いいかなというのを作ってもらえればと思いますが、これちょっとびっくりマーク今回なくてもいいですかね。こんな感じにしてあげれば吹き出しができるかなと思います。まあ、ポイントはこの角丸の角の、パーセント部分と、このなんだ、多角形ツールで三角形作ってこれを合わせるっていうことが、重要かなと思いますので、こうやればこういうふうに簡単に作れるのを知っておいてください。あとこういうふうにちょっと横から出したい時だとか、コントロール T でこの、三角形自由変形できますので、これで傾けてあげて、ちょっとこういうふうな横から出たようにっていうふうに変えていきますので、ぜひやってみてください。はい、今回の動画はこれで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。